やはり風景画なら季節感も大切にすべきだろうな。そうだね。あ、ふんちゃん。高島さん、お待たせ。あら、乃木さん。ふんちゃん、今ね、若葉ちゃんからいいこと聞いたんだよ。この季節っぽいものを描けば優勝できる確率がぐーんとアップするんだって。いや、そこまでは言ってないぞ。それで二人はどのくらい進んだんだ？それがまだ描く場所が決まらなくて、ぐんちゃんとフラフラしてるんだ。そうか。実は私もまだ決めていないんだ。じゃあ私とぐんちゃんと一緒に探しに行かない？え、いいのか？みんなで探した方がピクニックみたいで楽しいよね、ぐんちゃん。ええ、私は構わないけど。そうか。ではせっかくの機会だ、入賞できそうないい場所を見つけよう。おう。改めて見回すと絵になりそうな風景が多くて選べないな。本当、描きたいもの多すぎて困っちゃうよ。乃木さん、今日はどうして上里さんと一緒じゃないのかしら。もしかして仲違いしてしまったとか。ああ、全然決められない。他のみんなはどうしてるのかな。決まったものも多いようだぞ。ひなたなどはもう描き始めていると言っていた。ひなちゃん気合入ってるね。私には内緒で描くと言ってどこにいるのか教えてくれないんだがな。それってもしかして若葉ちゃんを喜ばせるために何かしてるんじゃない？ひなたのことだ。その可能性は否めないな。そう、だから今日は一緒じゃないのね。そういえばこのところ夏目さんを見かけないな。え、学校には来てるみたいだよ。そうなんだが、放課後になるとふらりと姿を消してしまうようなんだ。ぐんちゃん、見た？見てはいないけど、小羽倉さんのことだから海のそばで写生でもしてるんじゃないかしら。そうだね。夏目さんならきっとすっごい景色見つけてそうだよね。私もそうだと思っていたんだが、海の付近に行った人間からも見かけたという話を聞かないんだ。夏目さんといえば海だと思ったのに。じゃあどこで描いてるのかな。小羽倉さんが海以外の場所を描くとは考えにくいけど。それで心配になってきたんだ。もしかして夏目さん、写生大会のことを知らないんじゃないかと。普通に学校には来てるのよ。そうなんだが、予想外の行動を取るのが夏目さんだからな。それじゃあ早く教えてあげなくちゃ。あら、噂をすれば、あそこにいるの小羽倉さんじゃない？本当だ。おーい、夏目さん。おう、お前たちか。どうしたんだ？私たちのことはまあいいが、夏目さん、最近放課後どこに行っているんだ？文房具屋だ。写生大会の買い物で。よかったわね、ちゃんと知ってるみたいで。ん？何のことだ？いや、何でもない。買い物があるから私はこれで。特に不審な点はなさそうだったな。乃木さん、心配しすぎよ。そうだね、絵の具とかいろいろ揃えないと描けないもんね。はぁ、やっぱり選びきれないよ。出遅れてしまった分、他のメンバーとは違う場所を狙って描きたいんだがな。目ぼしい場所はあらかた回ってしまったし、見てきた中から選ぶしかなさそうね。場所があるよ。海か、悪くないな。他に写生している人もいなそうだし、ここにしよっか。そうね。バーテックスの襲撃か。せっかくいい場所見つけたとこなのに。待って、海の中から何か来るわ。海の中、もしや新型のバーテックス。うわ！小羽倉さん！あ、本当だ！夏目さん、こん
したんだ？どうしたじゃない。こんなところで何をしているんだ？潜っていた。海の中で射精をしようと思ってな。海の中で？すごいね。海の中なんて思いつかなかったよ。でも画用紙が水でよれてダメになってしまうんだ。毎回新しい紙を買ってきては海に潜ってるんだが、なかなか。ツッコミどころは多すぎるけど、とりあえず後回しにしましょう。遅れてすまない。フーさんごめんなさい。ほら、コハグラさんも早く。ああ、あんたたち4人一緒だったの？実はユーナと千景と海に行ったらカクカクシカジカで。な、何よそれ。オーマイガー。ツッコミどころ満載すぎてさすがに困るわね。ええ、戦闘前だから体力温存のために突っ込むのは自粛したけど、困ったものだわ。そうだな、困っている。それ夏目さんが言っちゃう？髪がよれてしまって一向に射精が進んでないんだ。早く敵を倒して海に戻らなくては。早く倒したいっていう気持ちは大歓迎ですけど、とりあえず何回海に入っても画用紙はダメになると思うからやめた方がいいと思います。そうですね、水に耐える紙もあるけど、そういうのは射精に向かないし。そもそも海の中で見ながら書かなきゃいけないこともないんじゃないか？そうなのか。そうなのかって。ダメだダメだ、体力温存。そうだ、確か日向が海の中でも撮れるカメラを持っていたはずだ。写真は撮れないだろう。カリンの写真も写っていなかった。いや、樹海は撮れないってだけで海は樹海じゃないでしょう。もやもやしてるとこ悪いけど、ツッコミは戦闘の後にして。行くよ。これで水の中を撮れるのか？はい、ここがシャッターでピントはこっちです。これならいくら水に濡れても大丈夫ですよ。ありがとう、いい写真を撮れそうだ。写真もそうですけど、写生の出来上がりも楽しみにしてますね。日向、ずいぶんと余裕みたいだが、お前の方は進んでいるのか？日向ちゃん、すっごく早くから描き始めたって言ってたもんね。描いているところをさっぱり見せてくれなかったが、結局どこを描いているんだ？知りたいですか？気になる。私は日々撮影してきた若葉ちゃんコレクションの中から一番お気に入りの写真を絵画に。なんだと？冗談ですよ。残念ながら写生大会は風景画の大会ですからね。驚かせるな。若葉ちゃんと二人で行った思い出の場所を描いています。楽しみにしていてくださいね。それで皆さんの調子はどうですか？私は案外サクサク進んでるよ。やっぱ場所選びがポイントだったね。私もせっかさんみたいにシンプルな場所にすればよかったっすよ。屋上から見た街並みいいなと思ったけど、描くものが多すぎて大変なんですもん。そういえば入賞候補の園子さんたち、なんだかすごいものを描いているみたいですよ。先祖として負けられませんね、若葉ちゃん。いや、そんなにハードルを上げないでくれ。東郷さん、早く早く、みんなの写生大会の絵が貼り出されてるよ。わあ、全員分揃うと賑やかね。それにしてもあのひときわ巨大な画用紙は私と園子先輩の合同作品。畳10畳分の画用紙をくっつけて作った魂のアート。これで入賞間違いなし。イエーイ。盛り上がってるとこ悪いけど、合作は審査の対象外なんじゃ。ゴー、わお、グレート。これがカリンさんの描いた樹海の絵ね。雰囲気出てるわ。ふーん、あのさん、
それお姉ちゃんが描いたウサギさんなんです。よりによってカリンの樹海と間違われるなんて。オタノ、三好さんのはこっちみたい。だけど樹海ってこれで合ってる？私の知ってる樹海とはちょっと違うわね。へえ、カリン画伯の目には樹海はこう映ってるのね。樹海みたいなウサギを描く人に言われたくないわ。なんですって？若葉ちゃん見てください、夏目さんの絵、海の色合いが素敵ですね。ああ、微妙な色の濃淡が綺麗に出ているな。でもこの海の真ん中に描かれているのは何だ？深海魚か何かだと思ってましたけど。いや、岩じゃないのか。夏目さん、これは何を描いたんだ？どこから見てもウミガメだろう。ウミガメ？どうやら夏目もこっち側の人間みたいね。だからあんたたちと一緒にしないでって。